いやー、どっかに配信開始4日ぐらいでビッグなゲーム会社の怒り買って配信停止になるゲームねえかな。あ、ファイナルソードじゃん。じゃあちょっと続きやろうかな。どうもニャです。決して僕はハマったわけじゃないです、このゲームに。先に言いたい。ただ何かを求めてるんでしょうね。前回ね、変ななんちゃらワームっていう寄生虫みたいなでっかいボスをしばいたんですが、やはりこのゲームはですね、まあ、ゼルダの伝説の BGM をパクって、まあ、販売停止。そして前回はあのドラクエのね、キメラの翼もね、完全にパクっていたんで、いろいろとやっているんです、そのゲームは。はっちゃけているゲームなんですが、いかんせんね、ただ私は、まあ、クソゲーであんのは間違いないんですよ。それ断言するんですが、なんかね、心のどっかでクソって言い切れないんだよな。いや、まあ、クソですよ。紛れもないうんちなんですが、だからね、ゲームバランスが絶妙で、このスマホ版っていうのは、ニンテンドースイッチ版のこの販売停止になったファイナルソードと違って、サイドステップとか、溜め切りっていうね、ダイナメージが出る技がないんですよ。つまり敵に対して全然ボスに有利を取れない。なんだ、わかりやすく言うと、ポケモンでさ、ジムリーダーを倒すために、自分の持ちポケモンのレベルが全部15下がる難易度だったら皆さんやります？そんな感じなんだよね。つまりレベル下がるんですよ。ポケモンでジムリーダー戦で。ボスを倒すたびに自分のレベルが下がるような。3時間かけて、またやらないといけないみたいな。まず、ドエブ仕様なんだけど、すごい絶妙なバランスになってんだ、このスマホ版が。なんかそれがね、俺を引きつけてんのかな。いろいろね、海外のクソゲー、日本で僕しかやんないようなマジなゴミゲーもやってきたんですが、吐きゲーも要すような。そういう仕様って一個もなかったんだよね。自分が弱体化すると新しいよね。レベルアップするたびに、そのレベルのボスに勝てるんだけど、うっちゃーちょ、さあ、これもたまんないよね。いきなり、なんだろう、ボス戦が始まるみたいな。何これ、人がせっかくさ解説してるのに。しかもだって回復アイテムあんまないんじゃないか。こいつ何、こいつ、あー、ちょっと勝てない相手でもないか。多分これボスでもないな。名前があるだけの小ボスって感じか。まださ、更新されてないもんね、冒険手帳ってことは。レベル25でいけるって意味だから、こういうとこもなんかね、絶妙なんだよな。魔法はめしてもいくらだぞこれ。いや、いけるいけるいける。こういうとこなんだよ、たまんねえのが。残酷なね、敵を出しながらも、こういう緩いボス出したりして、私のね、テンションを遮らないようにするんだよな。こしゃくな、マジでムカつくほどに、悔しいほどに、絶妙なクソゲー塩梅なんだよな。終わり！話なんねえな、お前な。あー、これか、セル。魔法の防御膜を張り、敵の物理攻撃、魔法攻撃を1回だけ無効にする。あ、これ結構強くない？いや、これかなり強いぞ、セル。別格に強え。あ、王様のとこ来た。こんにちは。こいつがあの、キングだよ。はっはっは。私、セル、セル入ったまま、大丈夫かこいつ。いいですね。セルしたまんま来るのはいいね。これはね、ただもんじゃないオーラあるよね。さすがの王様も。びっくりした、これ、家臣の人も。貴様、国王の前でよくもブレンな真似を。セル。あ、なるほどね。立ってることがダメってことか。セルはじゃあ OK なんだね、国王の前でね。イベントに魔法貫通するのすげえよな、これ、仕様が。お主がその怪物と対峙できるのか。どの怪物でしょうか。少し前、姫をさらい、この国を危険に脅かす怪物を確認したそうじゃ。その怪物と対峙して、あー、なるほど。地下神殿へと確認された。詳しいことは大臣に聞いてみるがよい。来た。で、多分これが、レベル40、まあ、40なくても35ぐらいくんじゃねえかな。あ、34、ドンピシャ。これだよね。ああ。だいぶ俺もファイナルソード、分かってきた。魔法の気配に、あれ？それ俺もやったよね、さっき。防御スペルカードと。攻撃力1だ。どういうこと？防御スペルカードで？え、どういうこと俺。攻撃スペルカードが、攻撃力の増加。これを理解できる。防御スペルカードが攻撃力を、何が違うんだこれ。攻撃スペルと防御スペル。
まあ多分攻撃は最大の防御っていうからね、それを暗に意味してるんでしょう、これ。教訓を学びますね。結局防御なんていうのは必要ないと。確かにこのゲームはそうだ。防御力かけてもね、敵の攻撃結局ワンパンなんで、だったらパワーを上げようっていう、そういうテーマなのかもしれない。深くなってきたな、ファイナルソード。さあ、こっちがその北西。うわー、マジか。ジャイアントロール、他に奴はいる？なるほどね。ここには魔法やっぱあるんだ。どんな感じ？二連ボスか。向こうとこっちでじゃあ2種類の魔法が入るって感じか。で、こいつはレベル30。いや、でも、厳しい敵じゃないぞ。ちょっと待って。出た！出た！推奨レベルじゃないと。ほら、攻撃通んないんですよ、こっちの。この推奨レベルマジックあるんだよね。これがさ、このレベル行くまでは勝たせませんよと、意地でも。だから3時間レベリングしなさいっていう。だいたい90分ぐらいか。出た。意味わからん、これ。全く敵の HP 減んなかったな。あれが起きるんだよな。なるほど。ただね、スクエニとニンテンドーに喧嘩売るあたりは、もしかしたらこのファイナルソードが。まあ、なんならファイナルだからな。ファイナルファンタジー要素が来てもおかしくないしな。よし、とりあえずフル装備。ちょっとまあ、レベルが若干、まあ30でいけんじゃねえか、ボストロール。推奨レベルがね、32だよね。多分2分はテクニックで補えると思うんだよね。さあ、こいつは多分ソロ。で、セルが多分ね、めっちゃ刺さるから。うわっ！いきなりか。邪魔くせないんな。2、3、4。まあ、おお、吹っ飛ばしか。100ダメージ？ちょっと、想像以上に。あいつが邪魔だな。こいつに割らせないようにしつつ巻き込めば、ただ、いや、勝てえな。まあ、さすがに2レベ推奨は、通常のゲームの多分8レベ相当だからな。このゲームの多分ね、1レベ、4レベぐらい、感覚的に。2レベの返りっていうのは、まあ、8レベぐらいだな。6レベ返りしちゃうと、もう24レベ近いから、いや無理と。ああ、お前にやられるのしんどい。いや、つえ！なんだそれ！ガード貫通か。セル持ってもつかみだから意味がないと。いや、つえな。ただ、いい敵だな、これ、かなり。無茶ではない、正直、2レベルの差も。ギリギリ多分いけない。ただ、基本変ないんだよね。4セットして、あの辺で分かる。4回、強攻撃決めて、4セットと。で、これがスイッチ版だとね、あれがあるんですが。いやー、つれ、ため攻撃ないからクソつれ。このね、生命の水っていうのが、赤狼でいう海水みたいな効果なんですよ。死んでも 50% で復活させてくれるんだけど、これ多分ボスに絶対全部使う必要があるから、こういう中ボスにね、海水は一回も多分使っちゃいけないんだよね。だからノーミスでクリアが大前提。で、本当にやべえボスでリスポーンしながら倒すみたいな。これは多分レアアイテムなんで、貯金しておきたいんだよな。となるとやっぱり最低レベル推奨、まあ推奨マイナス1で勝ちたいな、せめて。このゲームマスターの作ったバカ野郎のロードマップに沿ったスタイルを取りたくない。よし、31。お前の推奨レベルの壁は俺が壊す。来い。多分ね、推奨の1下多分通ると思うんだよね。でもうセル入れて、つかみ警戒の後ろ回りで、このアホザルはライオンはね、巻き込みたい。ライオン巻き込むのが一番ダメージ出る。オッケー。これでいい。で、ヒットバック狙って、三島、足から取る。変ねえな！なんでさ、4連のフルコンボも決めてやっと1ゲージ分減るんだよ。じゃあ最初2発は何なんだって話じゃないっすか。だからそれがまたいい。きっとこいつは多分32じゃないとクリアできないと思い込んでる、このゲーム制作者は。そんなことね、推奨は31だよ。作り変えろ、俺の勝利をもって。ライカンを巻き込む、ライカン巻き込む覚悟で。いやー、落ち着け、冷静に行こう。1、2、1、2、3、4、4連発コンボ決まればやっとワンゲージ。2、3、4、しっかりな、しっかり、冷静にこう、冷静にこう。フルゲージ意識して、で、ライカンの漁夫もしっかり意識。で、裏からに、ここが掴み来るから回避 OK。OK！ ふぅ。
レベルアップで、32なんで、証明されました。ソード、なんかソードアートラインじゃなくて、このゲームなんだっけ、ソードファイト。ファイナルソードの制作者じゃん。制作者よ。よく聞け。この魔法の気配、推奨レベルは31だ。さあ、今度はどんな力ですか？魔法結構大事だわ。マグマボール。ただ、消費 MP が、6あるんだ。結構きちいな。だんだんなんか花火もね、立派だね、これね。問題ここやな。さあ、行こうか、地下神殿。早速、やばそうな奴らがいるな。死神。僕もなんだこれ。どんなもん。あ、硬いね。またボス来いよ。いけるって。お前いらんかも、セルすらいらねえよ。なんだこいつら。ノーダメでいける。完全に見切ってる、動きを。来いよ。はい、攻撃来て。はい、決定。1、2、3、4と。雑魚すぎる。適正32にしろ。聞いてるか、制作者。34じゃねえよ、このマップ。32だよ。30でもいけるわ、なんなら。これなんだよな。やっぱこう、クソゲーの、やった山の数が違うから。システムさえ分かっちゃえばね、もう攻略余裕なんすよ。根っからの攻略肌なんで僕。天才肌じゃない、攻略肌。若干色変わったか？はいはい。2対1ね。ちょろいちょろい。6対1までできるんで。回避さえいらない。敵の残撃は読む。読む。で、ヤバそうなやつから勝っていく。これが定石。なんか姫っぽいの見えない？あれ。ちょうど、適正34か。33。じゃあ、まあ、包帯もないんだけど、いけんじゃねえかな。初見クリア。いただきます。姫様。なんか美しい姫様だな、これね。おおはまあ、そういう系か。デビルか、これ。イベントもセル入ってるからね。ブラックガーゴイル。どれ？お前あんま強くなさそうだな。今までで一番なのちっちゃいんじゃない？どれ？切れば空飛ぶって感じか。はあ。いや、全然強くないぞ、これ。もう、セル割られたとこで、もう一回セル使いますんで。ダメージ結構入るね。柔らかいな、お前ね。今までの、前回のあの虫の方がよっぽど強かったわ。地獄だったわ。え、全然こっち強くねえぞ。制作者、適当になったか、もしかして。なあ。1面、2面だけ強くして何？ 3 面以降手抜き？それじゃあ、クソゲーになっちゃうよ、ほんとに。おい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 。つまらん、つまらん。弱すぎる、弱すぎる。おい。違う。もしかしたら俺が上手くなりすぎたかもしんない。この連続攻撃を華麗に当て続ける。それバグがなんか死んねえんだけどさ、俺セル壊れてなくない？食らってんのにさ、ダメージ入っていないんだけど、これ何何何これ。あ、これ壊れた。なんかセルの調和入ってるぞ。あー、魔法使えるんだ。フリーズモーション結構長いから、こいつ攻撃の後のマジで前回の虫のが2億倍強かった。こいつのマジで初見クリアいけそうだな。なんかさ、俺、攻撃食らわれるんだけど、これ、バグってるよな、もしかして。またバグの調和来たか。もし、俺がこれ強すぎるんじゃない？これ。こいつは弱いんじゃなくて。だって、壊れねえもん、セルが。なんか知らねえけど。ヒドラ以来だな。私はこのバグの調和を得るのは！そんなもんか、おい！雑魚くねえか？ガーゴさん。いやー、マジか！マジか！それはやべえ！誰けどやんの？いや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 。いや、それはやべえ、それはやべえ。それはやべえ、さすがに。
いい、それはやべえ、それやべえ。ちゃ、いやマジか。お前らが邪魔すぎる。やべえ、第二形態は効いてねえ。いやこれ回復がねえ。ハーピー完全に素手やん。いやハーピー素手やん、お前マジか。ただ攻撃パターンは言って派手なわけではない。いや、やべえ回復がねえ。やーべ、魔法の薬草使い切りたくねえ、この奴らに。これちゃんと間違えて準備すればノーダメージ多分いける。だが初見クリアってのはいつだってそういう壁を越えてもそう。後先考えちゃいけねえよ。そんなプレイに誇りはない。すべて今出せるものを出し切ってるから、それが真の初見クリア。なるほどね、2段階あるから1段階そこまで強くないんだ。なるほど。ただハーピーなんかうんこ飛ばしたかなこいつ。ちょ、強え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 。攻撃パターンさ読んじゃえば、足元飛ばしてフリーズ2回でノックダウンありか。虫みたいな絶望感探せないな。虫が強すぎた、前回の虫がイカレだった。ここで防御のスペルカードでパワー、あ防御上がるんだ。かい、嘘じゃん、あれ書いてある嘘じゃん。あれいける、改正は、あー一回使ったか。まあまあいいでしょう、まあ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 改正一回ならいいでしょう。ふぅ、初見クリアです。いや派手に使っちったな、一番強い薬草10個使っちった。ただそこまできつくなかったな、明らかに前回の虫がバケモンすぎたな。マジックミサイル、ついにミサイル来ましたね。ちょっと気になるな、お姫様のね、全然このゲームミッション気にならなかったんだけど、初めて今、ミッションがちょっとだけ気になってきた。なので、このキメラの翼なり、グリフィンの翼で、しっかりね、キングダムにルーラーすると。このオリジナリティすごいね。ウィス。うまくいっておるのか。しかしね、行きました。退治して。はいはい。そうだったね。ハーピーだったね、姫様じゃなくて。いませんでした。まあ一応怪物はね、全部退治しましたね、僕が。姫様いなかったけど。当然、んじゃろ。当然、ん。ちょっとこれ日本語気になりますね。当然、んじゃろ。わしがまだ国王に見えるか。愚かな人間どもめ。え？あ！王じゃなかった！人間の姿で窮屈だった、クワーデーモン。貴様生きて帰ってくるとは。わしから姫を奪うことできんだろう、小僧め。え、これ、連戦？もしかして。うわ、普通に走るんすね、デーモン。あ、デーモン普通に走るんだね。ビビった、今。ストーリーやべえな、これ。